セット100-400ミリ、400ミリと600ミリの違い。はい、皆さんこんにちは、長チャンネルです。8月にニコンから超望遠ズームレンズニッコール Z180-600mm F5.6-6.3VR が発売になります。自分はニコンプラザに行って実際にレンズの重さと長さを実感した上で予約しました。焦点距離 600mm が必要なのか、それを知るためにニッコール Z100-400mm F4.5-5.6VRS のレンズを使って通常の 400mm と DX クロップの 600mm で構図の違いを調べてみました。自分はファンクション3に FX と DX の切り替えを割り当てています。ファンクションボタンを押すだけで焦点距離 400mm と 600mm を切り替えて撮影することができるようになります。それでは Let's get started。 長チャンネル。近所の池にハスの花を取りに行きました。噴水を拭く主題にして開き切ったハスの花とつぼみを400ミリと DX クロップして600ミリで撮りました。2枚の写真を比べてみましょう。シャワーのような玉ぼけが画面いっぱいに広がっている400ミリの方がいいと思います。600ミリだとアップになりすぎてつぼみの質感がいまいちですね。背景に噴水を入れると綺麗なので別角度からも撮りました。400ミリだとつぼみ、花、軸がたくさん写りすぎて雑然としています。600ミリだと主役になる左の花に向かって玉ぼけが流れていくようになります。長チャンネル。かなり開いた花とこれから開く花を撮りました。400ミリだとシャワーヘッドのような軸も入ります。600ミリはかなりアップなので奥の花だけにピントを合わせました。どの花を見せたいかで400ミリと600ミリを選べばいいと思います。水滴のついた花の写真です。400ミリでも600ミリでもまだ足りない感じです。800から900ミリ相当にトリミングしてみました。やはり180-600mm を購入して足りない時は DX クロップするのがベストのようです。次回の動画までぜひチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。